午前8時、札幌市北区の児童会館には足早に駆け込む親子が次々と。ちょっと時間がごめんなさい。仕事。すいません。ありがとうございました。夏休みで私が仕事なので、その間に児童会館で預かってもらってます。お弁当もそうですし、朝時間がないのにやっぱ作るのも大変ですし。共働きで朝は大忙しという保護者から聞かれた一番多い声は、夏休み中の子どもの昼食の用意が大変です。そんな保護者の力になろうと、児童会館に届けられた発泡スチロールの箱。札幌市が夏休みでは初めて実施するという昼ご飯の提供です。夏休みの家庭の負担を軽減する救世主として期待が高まります。いただきます。いただきます。この日のメニューはふりかけご飯に唐揚げやオムレツなど。事前に申し込んだ家庭に1食350円で提供します。おいしい。唐揚げとかも大きすぎないから食べやすい、ね、毎日のことなので1回でも月に何回かあるとすごく助かるのでお願いしてみました。今回は市内60の施設で夏休み中の4回実施されますが、札幌市は弁当配布を実施する施設を増やした上で、回数を増やすことも検討したいとしています。